This program is brought to you by Scott. はい、始まりました。いきなりかっけユールカルですだろうなって思いましたよケースケ知らないと思うけどさ、はい、夜も引っ張れっていう番組あったの知ってる？土曜日かなんか、うん、番組があったのは知ってますけど見たことはないです。それでね、赤坂さんだったかや、はあ、赤井さんだったかな、はあ、ちょっと忘れちゃったけど赤い人なんですね。ああ赤がつく人その人がなんか曲紹介とかもやるんだけどさ、はい、その人ラジオ DJ もやってて、はい、その人がいつも This program is brought to you by っていうのがすげえかっこよくて、はい、今それを真似したと。こんなね、優しくは言わないよ。めっちゃかっこいいあの DJ の、はい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 、This program is brought to you by っていう感じ。でもね、トモ君バージョンどっちもかっこいいっす。あ、本当？はい、嬉しいっすニヤついたよね今さて今日のゆるカルは、はいはい、そう、そのなぜね、はい、スコットって言ったかというと、はいはい、なんと発売されましたよ、はい、スコットさんの、はい、クラシックスなんですけど、ね、クラシックスのね、うん、スコットクラシックスのグッズ展開、はい、始まりましたね。始まりました。もう早速購入された方もいるみたいで、そうそうそう、ありがとうございます。びっくり、本当にびっくりですね。うん、嬉しい。なんかツイッターの方にも購入しますみたいな、うんうんうん、嬉しい限りですよ本当に。多分最初なんて俺たちしか買わないだろうなって思ったのに ねなんかさ、はい、スコットさんの紹介動画見てくれた方も多分いると思うんですけど、うんうん、知らない方もいると思うんで、うん、知らない方もいると思うんで、まずちょっとそっちの説明をしようかなと思うんですけど、はい、僕たちね、THCオカルトラジオをやる前に、はい、THC オカルトツアーズっていうのをやってて、はい、2人でそれのそう2人で、ね、2人でそれの所属の THC オカルトラジオっていう感じなんですよ、うん、はい、なんで、その頭文字ツアーズの頭文字を取って THCOT って言って、はい、で心霊スポット行くときは OT 行くっつってね、はい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 、よく言ってたよね言ってたっすね、うん、でただただ2人で心霊スポット行くだけ行くだけってで、TH をスって呼んで、はい、何々 20s とかのスって呼んで、はい、スコットっていう、うん、はい、めっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。俺たち中2なんで、うん、その名前つけた時、うん、めちゃかっこいい、めちゃかっこいいっつってね、興奮しましたもんね。王将誌ストーリーつけようぜっつってでできたのがあの帽子屋さんの、はい、ある帽子屋の話という映像にもあり、はい、うん、ありますけど、うん、あれなんですよね。まあ、ぜひ気になった方はその動画見てもらえれば。あ、そうだね、詳細欄に貼っとこうかな、はい、そうしましょう、うん、スコットさんの説明もありますので、うんうん、そう、イギリスからの移民でね、うん、あの帽子屋さんを営むっていう、そうそう、その傍らで裏の顔はオカルト研究者と、そうっす、うん、いろんな世界各地に飛び回りという感じでございますね。ございます。でその中の僕たちはスコットに所属していて、うん、その中の一環でオカルトラジオをやってるみたいな、うん、そう流れなんですね。でオカルトラジオはちょっとねこれ詳細欄にも書いてあるんですけど、うん、架空のラジオ番組ですって書いてあるんですけど、はいはい、これ僕たちの設定の中では、ラジオが勝手にアップされているっていう、はい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 、どこで流れてるかわからないラジオが勝手に YouTube にアップされてるよっていう、うん、あの設定です。設定です。もう俺たちこの設定作るのに、うん、まあそんなかかってないですけど、うん、設定を作るのは多分3日ぐらいです。3日ぐらい。そっから実行に移すまで何年かかったっす。5年かかったっす。長い。腰が重いっす。本当ね。でもまあいいよね、1周年迎えられてね、うん、1年以上でできてるから。うん、本当皆さんのおかげですよ。ね。うん、ここまで続けられたのに。まあ間もなく9000人、8000人、9000人、1万と。1万と。うん、さらに100回ゼロ4つっつってねなんで星4つの言い方出てますかちょいちょい出てきますねマチアキがマチアキが出てくるあそんな感じでね、はい、1周年ということなので、はい、グッズをそろそろね作ろうかということで、はい、それがついに、はい、ついに発売です。発売されました。で、もちろんストーリー通りスコットクラシックスの方で、はい、やってますので、はい、
スコットハットニューヨークがね、あの本当はオリジナルなんですけど、うん、そのスコットさんはもう失踪しちゃったので、そう失踪失踪失踪笑ったんですか苦笑い一回止める止めません再開した時にケイスケが血だらけになるっていう止めません続けましょう怖い怖いでも失笑はないわ一回止めるあすいません止めません そんな感じでね、はい、失踪してから謎の団体が作った、はい、クラシックスの方、はい、そちらから発売されましたので、これはツイッターとか、あ、これ概要欄にも載ってますか、ね、もちろん詳細欄にも、うん、なのでそちらからチェックしていただけると思うので、うん、ぜひ気に入ったデザインがあれば、はい、で今日はね、なんかそれを一つ一つ見ていこうかなみたいな、はい、うん、感じで、はい、早速じゃあ、はい、1個目のデザインを皆さんと僕たちと見ようかなと思います、はい、これ一応言っといた方がいいと思うんですけど、うん、基本的にデザインは全部ともくんが作ってます。あ、そういうの言ってくれるの、はい、いや、これともくんのセンスの良さが光ってるんで、うん、いやそれセンスの良さとか言われるとさ、ちょっとニヤついちゃう。本当に、じゃあ本当にセンスのいい人から見たらさ、これがみたいな感じになったら嫌だな。じゃあ、そこカットしといてください。トモくんが、ね、全部死ねっす。ノーカットでお届けっていうことで。じゃあ早速1枚目。そうだね。はい、多分ちょっと番号とは、あ、そうか、サイト出せばいいか。そうですね。これじゃなくて、こういうとこね、カットです。はい、まず、まあ、TC っていうのはね、はい、スコットクラシックの略で、うん、TC001、 はい、はい、We are talking about today、ね、これもかっこいい、 is 消してあるっていう、はい、僕らねよく使ってるんですよねこれ、はい、ロゴとかにも私たち、これね、説明書いたはずなんだこれだけ。あ、そうなんだ。あった、私たちが本日喋ることは、はい、うん、で消してあると。本当はね、僕らいつもオカルトってここに書くんですけど、まあオカルトって書いちゃうとね、うん、みんなはって感じになるので、そうですね、うん、そうですね、うん、なんで、まあ、T シャツってこういうなんていうんですかね、英語の文とか読まれるじゃないですか、うんうんうん、でこれ何って言われたら、うん、今日のお話のことだよっつってお前と愛を語るみたいな。ああ、いいね、いいね。使いましょう。ラブとかね、自分で書い、あ、白枠にしとけよかったな。で自分で書く。うん、あ、これいいね、それ。あ、それいいね。今度作ろう。恥ずかしい。いや、talking about today is you love talk。ラブとかでいいね。うん、そうだよね。そうだよね。慣れてないから。英語。ね、まあスコットさんのスコットクラシックの。はい、ロゴがありつ つ、これもね だいぶシンプルで可愛いですね。結構好きだよこれ、うんうん、まずデザインがいい。それ一個一個言ってくのもうやめよ。あと十何個あるんですけど誘拐する。そう。じゃ次から言わんときますね、うん、はい、まあ、T シャツどうなんだろう。3460円、税抜き。まあ、まあ、俺はこんなもんかなっていう、まあ、相場だと思うんですけどね、うんうん、もう高いもん高いですからね、はい、僕基本買ってるの5000円以上しますからね。あ、でもそうだよね、うん、そんぐらいだよね、まあ、ブランド化していくだったらね、うん、まあいいかなっていう。はい、はい、これ Talking About Talking About Today's、 今日は服のお話ということでね。そうですね、はい。We are talking about today is fashion。 ファッション、はい。続いて、TC002がないっすね。どれだろう。まあいいや、もう下から順番に行きましょう。いきます。はいはい、バニッシング。バニッシング、これめっちゃかっこいい。これね、俺この写真見た時に、はい、絶対これ服になったらかっこいいなってずっと思ってて、はい、これも5年前ぐらいからかな、保存したら、うん、へえ、やっとできたっす。そう、これめっちゃかっこいいんですよ、うん、追放とか消えるとかそういう意味なんですけど、うん、そういうなんていうんですかね、モチーフみたいなのがあるんですよね、全部 T シャツ、うん、デザインに、うん、そう、名前がついてるちゃんと、うん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 、でこれだからスコットさんが失踪したっていう感じの、はい
イメージで、あのロゴも若干消えかけて、消えてて体もなくなってて影は映ってるみたいな、うん、そう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 、かっこいい、これいいよね、うん、はい、このデザインはね、僕はもう個人的にはもうすでに購入そうっすね、はい、僕はもう購入、僕も購入済みかな、これは。はい、はい、消えると消えたい時に来た方がいいかな、飛ぶ1日前とかに来ておいた方がいい明日でバイトをやめるぞ、もしくは最中そう、バイトやめるぞ、今日バイトやめるぞみたいな時が来てってくれれば、うんうん、店長にも伝わるかなと、シャツ伝えてたんですけどってね、10年後10年後ぐらいにもうあげればいいんじゃない、シャツそうですね、こういうことですっつって、うん、はい、ということで、はい、次ザ・ライツ、ザ・ライツ、これめっちゃかっこいい、これね有名ですよ、はい、これはねもうほんと有名、うんと、あの電気つけなくてよかったなっていうお話の、はい、多分これは知らない人はいないですね、このお話、うんうん、電気つけなくてよかったなっていう、うん、あの鏡に書いてあったのと、うんうんうん、壁に書いてあったバージョンと、そういろんなパターンがあるんですけど、うん、あるんですけど、まあ、この文字が書いてあったっていう、あれ海外がさ、はい、起源で、そう、俺それ知らなかったんですよ、でこれが書いてあったっていう、それをシャツにちょっと落とし込んでみましたね。めっちゃいい、このね、はい、血文字でスコットさんのロゴを作るのが、はい、結構大変だった。そうなんだ、今回のこのポイントはそこが、うん、トモ君的に、そう、これあとね、はい、まあ、なんでって言われればわからんっていう感じだけど、はい、クラシックスじゃないんですよ、はあ、これだけ、なんでわからん作業量が多かった言っちゃったまあでもそれがね、なんていうんですか、うん、これが元で都市伝説化してくれるといいですよね、うん、そう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 、まあ、うん、あのスコットさんの最後の作品、はい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 、自分の血でことにしようかな、はい、出来上がったっす、うん、本当はねスコットハットニューヨークとスコットオリジナルが、はい、あのスコットさんの方なんですよね。そうなんです、うん、まあ、それも設定なんでね、あの そう、そっちのスコットさんの紹介動画を見ていただくと、そっちに書いてねえっす、あ、書いてねえっすね俺らの頭の中にしかそういうこともあります、そのうちウィキに載せようかな、あ、そうですね、いいですね、うん、そんな感じで、はい、これね有名なやつ、うん、もう分かったと思いますけど、はい、まだかな、うん、まあもう分かったと思いますけど、はい、結構ね、あの都市伝説をモチーフにいろいろデザインに落とし込んでみたので、うん、はい、はい、その辺にちょっとオカルトを混ぜつつ、ね、そう、やっぱ基本はオカルト、はい、だから、はい、次、基本はオカルトって言いながら次何も関係ねえオカルト、これはね、なんかペアルックができたらいいなと思って、でも普通のペアルックだと、はい、なんかつまんないっていうかさ、デザインを2つで、1つのデザインを2人できるみたいな感じよりかは、うんうん、なんか男性バージョン女性バージョン、女性バージョンがあったら面白いなと思って、はい、キングスとクイーンズを作りました、はい、はい、ちょうどね、なんていうんですか、対象、そうそうそう、男と女が対象になってるね、うん、別に俺はあのクイーンズを男性が着ててもかっこいいなと思うし、キングスをあの女性が着ててもかっこいいなと思う、うん、そこは各々のセンスで来てもらう、うん、各自各々の家で勝手に勝手に合わせてみて、はい、もう2着買ってもね、うんうん、いいかなと、なんでこれは2つで1つみたいなところありますね、そうですね、セットですね、キングス&クイーンズ、うん、ペアルック、ペアルックで、うん、こういうの、仲いい子からヒントをもらって、はい、そうなんだ、うん、なんかペアルックとかでみたいな、はい、コンビニとか行くときに部屋着で、うんうんうん、時にペアルックとかだと、はい、なんか面白いなって、うんうんうん、いいなって思うっつったのからヒントを得て、はい、あ、だったらその俺はそのコンビニ行くときとかもちゃんと着替えて行くタイプだから、はい、俺もっすね、だからそういう時にさらっと着れて、うん、いい感じのやつ、うんうん、トン君で、はい、想像通りの作品ができてますできてますか。できてます。でなんかペアみたいな感じになるといいなと思って。はい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 、うん。ちょっと遊び心がね結構いいですね、うん、これは、うん。ちっちゃくねロゴも入ってますよね、うん、実は。はい。クイーンズの方も入ってますね。クイーンズも入ってますね、うん。そしてクイーンズですね。はい。こちらが。
クイーンズはね、スコットさんイギリスの移民ですから、うん、はい、なんかイギリス系な感じの、はいはいはい、ゴシックな感じにしてみました。はい、うん、キング・モクイーンもどっちもいいな、ね、うん、もし相手ができたら顔、そうだね、うん、プレゼントしたいよね、プレゼントしたい、うん、な感じですね。一応トモ君の名前出さずに俺らが作ったって言います。ああ、いいよ、言って言って言って。でそのケンスケと二人で来とるの見たら、うん、それ俺が作ったっていう。トモ君に会う、プロデュースバーイって言った。トモ君と会う時は絶対来てきます。その前に絶対これ俺らが作ったっつって生きてまま僕に会って、あ、それ俺のデザインだよって言って、えって言われたら、そうじゃんって言います。かわいいなそれ。ぜひ皆さんもそういう使い方もありだと。ケースケの案一つも参考にしてねえす。ひでえ。そんなケースケの、はい、続いて、続きまして、はい、ケースケさんのケースケさん、はい、オシティというかケースケのシャツ、俺のシャツっすね、うん、これはこれね、スコットじゃねえっす、はい、何も。ただトモくんが昔ね、そう、お遊びで、うん、僕のロゴを作ってくれたんすよ。そうそうそう。で今回 T シャツ作るにあたって、うん、俺そのロゴの T シャツ着たいっすってなって、ねえねえ、これでも、うん、いいと思うんだ。ケースケがまだねちゃんと美容師になる前だったね、うんうん、これ作ったの。そうですね、まだ専門学校通ってる時に、ね、ハサミだねっつって、うん、え、でもこれ5年前ぐらいかな。そうですね、これも 3,4 年ぐらい前で作ったの。そう、多分4年前かなぐらいだよね、うん、もうそれで、まあ、やっと日の目を浴びました。ケースって、まあ、これ一応僕がケースって呼ばれてたんで、そう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 、からケースって書いてあるんですけど、うん、それを知った上で見ちゃうと、うん、ケースケみたいな感じになっちゃうから恥ずかしいかもしれないですけど、うん、デザインだけ見たら普通にかっこいい、かっこかわいいんで、胸にケースケを刻んでいける方はぜひ、ね、うん、そうそうそう、けこあのオカルトラジオだとねケースケってなってるけど、はい、うんうんうん、ケースって言ってたからね。そうなんですよ、うん、なんで僕サインとか書くときもあの遊びで、うん、ケースって書いてますから、ね、そうだね。続きこれ元カノに全員に渡そうかな。あ、そうだよ、刻んどけって俺を、あの大きい方ね、忘れんなよっつって、この今から見せるあの大きい方を、はい、俺との思い出忘れないでフルグラフィックの方で。これは恥ずかしいだろうな。はい、こちら大きい、はい、大きいバージョンもあります、大きいバージョンもありますので、はい、でもまあいいよね、可愛いね、美容師さんとか、うん、ね、いいと思うっすね、うん、まあ、ケースって書いてあるけどさ、はい、このケースの意味を知らずに、うん、なんていうんですか、そのブランドの名前みたいなノリで見てくれれば、うん、ただこの K をハサミと捉えて、はい、見てもらって K じゃなくて、はい、エースですからね。あ、だから美容師はハサミのエースだと、うん、あ、かっこいい、美容師の方々ぜひその店のエースだと。でマジシャンみたいにね、このハサミピャッて取ってね、ハサミとしてる、あ、かっこいいそれ。手先器用ですから美容師さんたち、うん、あ、それかっこいいね。であの串をさ、カメラの前に一瞬ね、スタイルできましたっつってよくやってるやつだ美容師さんが。ライズアップ方式ね。え、はい。はい、次、はい、問題作、はい、まあまあでもこれはね、後々そのきっかけになる T シャツなんで、何の、あのオシティの、あ、そう、これオシティなんですよ。オシティっていうのを作ったんですよ、うん、僕ら3人の推しの T シャツ、うんうんうん、うん、なんでメルトポケットタイプケースケっていうことでね、はい、ケースケね、実はドラえもんの服をね、うん、よく着るんすよね。そうなんですよ、ドラえもんの服をって、なんか着ぐるみみたいになっちゃ う, そ う, そう、あのドラえもんがなんかデザインされてる服をよく着てて、刺繍とかポ、うん、ワンポイントでドラえもんがあるみたいなの、そうそう、それで、ドラえもんのポケットだったら可愛くないですかっていうことで、ケスケのオシティはもうそう、その時はオシティ作るとか何も言ってなくて、そうそう、何も言ってなくて、俺がそのメルトポケット見た時に、うん、あ、ドラえもんの4次元ポケットとかも可愛い感じしませんみたいなので、うん、トモくんがパパって作ってくれたんですよ、うん、そしたらいつの間何か俺のオシティになる、うん、タイプケースケで TC413 ってね、うん、誕生日ですね、そう、誕生日ですね、4月13日なので、はい、その番号を振ってみましたね、はい、まあ、めっちゃ可愛いですね、うん、これちょっとね俺も欲しいなと思った、さすがトモくん、うん、いいデザイン、いや、ドラえもんのポケットにただ
垂らしてあげる。さすがドラえもん。まあモチーフはドラえもんっていう、うん、そうですね、かわいい、うん、これを水色で購入していただくと、そうこれね、うん、水、あこのフルグラフィックはちょっとできないんで、うん、あれですけど普通の方だったらね、うん、普通の方ないわ、消したわ、そうです、そうですね、うん、残念です、じゃあできないっす、できないっす。次これっすよ、俺結構好きこれ、はい、うん、俺も好きっすね、あのスレンダー、スレンダーマン、スレンダーマンです、はい、はい、あの女の子をねさらっていくという、うんうん、すごい細くて長身の、じゃ僕これ、うん、あのあれですよ、トモくんこの T シャツ作るにあたって、うん、あのこのデザインはトモくんがもう全部作ってるじゃないですか、うんうんうん、ケースケもなんかこういうの考えていいよみたいな、うん、あの位置とか、うん、で左寄せてアップなんか可愛くないですかみたいな、初めて、そうそうそう、初めて作った、位置はねケースケがやってくれて、そうなんです、デザインは俺が作ってるんですけど位置はケースケがやって、これねこの位置いいよ、一番ベストだと思う、この位置一番ベストです、うん、ありがとうございます、位置2つ出てきた、マチアキたまに出てくるんですよねそう、かわいい、うん、だから人生初デザイン、デザインではないですね、置いてみた、初配置ケースケ置いてみたでもこれいいよ、ここの位置、うん、一番いい、本当に、そうだって俺がパッて置いてみたらトム君がおいいって言ってましたもんね、うん、それ初褒められです、うん、出会ってんこれね、うん、一番人気ぐらい売れてるかもしれない、あそうなんだ、うん、ありがたいっすね、ありがたいね、本当にやっぱデザインいいっすからね、うん、このスレンダーマンはマジで、しかもちょっと目止まりますもんね、うん、あの並んでる中でも、うん、なんかさジャケットとか多分オンにするとさ、はい、前開けでジャケットオンすると、はい、多分スレンダーマン消えると思うんだよね、はい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 、なんかこの女の子がちょっとチラッと覗いてる感じ で、はい、でジャケットがなんかめくれた時にさスレンダーマンがバーって出てくるのもちょっとかっこいいなと思って、うんうん、かっこいいですね、うん、今イメージしたらかっこよかった、うん、郷ひろみが来たらピッタリ、あーもうピッタリジャパーンってスレンダーが出てくる海外の都市伝説がねジャパンって言いながら出てくる、郷ひろみさんの事務所に送りつけましたいいっすね、いいっすね、なんか道路標識のさ、はい、手つないで渡りますみたいなやつあるじゃん、うんうん、あの都市伝説もなってる、そう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 、あの写真家の、はい、あれもイメージしてちょっとこんな感じで作りました、そう俺もねそれ見た時思ってトモ君に言って、うん、こう気づいたねみたいな感じですね、うん、そうそうなんですよ、スレンダーマン、スレンダーマン発音よネイティブあすいません携帯落ちた、はいそんな感じで、はい、続いて次、あトリコのアラ、トリコのある三角形っていう意味です、はい、まあまあモチーフとしてはねあのピラミッド、うん、ピラミッドですね、いいかなと思って、うん、うん、かわいいかな、これめっちゃかわいいですね、うん、ハットがねスコットさんのハットがかかってるっていう、ピラミッドの頂上に、うん、頂点行くぜっていう願いを込めてもうむしろフリーメイソン隠すぜっていうね、そう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 、俺たちでより上に行くぜっていう願いを込めて、はい、フリーメイソンと同じモチーフを使う堂々とパクったことをね、うん、これですね、うん、これもかなり可愛いんで、はい、本当は、はい、トライアングルか、はい、うんとトライデンとかっていう名前にしようかなと思ったんだけど、はい、なんかトリゴン、あのペンタゴンとかオクタゴンとか、はいはい、南角形南角形って、はい、あ三角形ってなんて言うのかなと思ったら、はい、まあ、トライアングルだったんですけど、古くはこのトリゴンっていうのが使われてて、はあ、トライゴンか、トライゴンっていうのが使われてて、はい、でそれのそれがなんかトリゴナルになってみたいな、はあはあ、三角形もじってもじってトライアングルみたいな、うん、ま、なってたらしいけどね、よくわかんないけど、よくわかんないですね、うん、でも古いのにしといた、あの設定上さ、うん、クラシックスだし、うんうん、トリゴナトリゴナはい、なんかね全部おすすめだもんでね可愛いよね、うん、これ本当はさ、はい、今これ多分胸ドーンって感じじゃん、はい、裾の方に、うんうんうん、右側に配置したんだよ、左側だね、はい、配置したんだよね最初、左下、左下に、はい、で配置したんだけどすごいかっこよかったの、うん、だけどなんか胸の辺が若干
なんていうのかな、寂しいというか、そう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 、なんか寂しいなと思って、うん、やめちゃった。いやでもね、これはこれで全然いいと思います、うん、かっこいいよね、うん、はい次、はい、あ、来た、オシティロゴタイプ木村木村さんのオシティですね。オシティですね。これもめっちゃシンプルでいい、はい、この遊び心がね、これね、スコットさんの帽子じゃなくて、はい、木村さんってあの来た方は分かると思うんですけど、あと写真見た方は分かるんですけど、うん、あのラーメン屋さんで働いてるんですけど、うんうん、働いてるっていうかラーメン屋のオーナーなんですけど、ラーメン屋さんで被ってる帽子がこの帽子なんですよ。そうなんですよ、まあ、それをスコットさんの帽子じゃなくてこっちの帽子に変えてる、木村さんの帽子に、うん、でさらにシンプルで胸にポイントっていう、うん、ワンポイントっていうね、うん、クラシックス入れ忘れたなあの人古いからなでもなクラシックスなかった方がいいと思う、これは、うんうん、デザイン的に、うん、これすごい可愛いです、うん、これいいよね、うん、好き、なんかそういう感じだったら俺もなんかタイプケース系、うん、ちゃんと考えたかったな、はい、ドラえもんなんだ続きまして、あ、来ましたね、来ましたね、テディタイプトモオシティ、はい、トモくんのオシティですね、オシティですね、これめちゃめちゃ可愛い、可愛いよね、うん、あのトモくんのね、あのなんていうんですか、あの俺が全部入ってるよねこれ、うん、タバコ、ベスト、入れ墨、はい、足の手形ね、うん、手形、これめっちゃいい、うん、トモくんのオシティ着ようかなこれ可愛いもんマジで、うん、本当はタバコ加えてなかったんだけど、はい、タバコよく吸ってるなと思って、はい、タバコとかいいってあのアドバイスをいただいて、はい、タバコ加えさせてみました。そう、加えた方がいいし、まあ、クマさんのようにでかくて、はい、はい、だってもうトモ、どっちがトモくんか分からんもん来た方がいいね喋ってる方がトモくんですよねそうだねそれで認識しました全裸にベスト着てたらもうどっちか分かんないわ面白いね今のよくね俺があの聞く時あのタイプをね、はい、ケイスケが女の子を、はい、遊ぶって言った時に、はい、その女の子に聞いといてっていう、はい、ワードが、ね、あるんですけど、まず、はい、プーさんみたいな人好きっていうプーさん好きな人は結構いる、うん、じゃあプーさん好きって聞いた後に、うん、じゃあプーさんみたいな人はって聞くんです。そうだそうそうだ俺は何回も聞いてんだからそしたらあの黄色いペンキかぶって赤い T シャツ着て全裸で行くっつって好きって言われたらそれで行くでって言って今んとこゼロです、今んとこゼロやったことはないっていうプーさん好きな人はいっぱいおるのにな、ね、プーさんみたいな人はね、今んとこゼロですね。ゼロじゃねえよ俺歴代彼女多分全員そうだすいません失礼なこと、うんうん、本当だよ卒業してったけど俺を、うんうん、はい、TC920 僕の誕生日、はい、になってますね。これも木村さんのね誕生日をねちょっと知らなくて10月の20なんかだった気がするんだけど、はあ、うん、聞くのも忘れちゃったまた聞いて番号変えとこ。そうですね、うん、そうしましょう。はい、これ僕のシティです、はい、ちょっとねロゴが消えちゃうかなと思ったけどロゴに寄りかかってる感じにしようと思って、うん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 、テディベア感出てますね、ね、うん、ね、いいよねこれすごい、うん、オシティ、オシティ、はい、最高ですこれ。これねなんと、はい、一着売れてるんですよ。おお、すげえ。でも、はい、オシティって多分その人知らないと思うわ普通にデザインが可愛くて買ってくれたんだと、うん、なんか買ってくれたのかなと思って。いやマジでそんな買っていただいてありがとうございますですよ、ね、嬉しいよね。嬉しい。じゃ続きまして、はい、続きましてこっからは これあれですね、はい、カラーバリエーションとサイズがね豊富な、はい、ワンポイントラインっていう、はい、うん、のを作ったんですよね。フルグラフィックで フルグラフィックよりかはちょっと小さくなってワンポイントになるんですけど、はい、まあまあいいかなっていう、うんうん、だからこのちっちゃいやつも可愛いですもんね、うん、そう、カラーバリが変えれるから、はい、あとサイズもめっちゃキッズまであるしいいかなと思って。
やっぱあとフルグラフィックよりねちょっとお手軽なお値段で、あ、そうそうそう、出せるんで、うんうん、印刷範囲が少ない分ね、うん、なんで、うん、ぜひ、まあ、うん、悩んでる方はねこちらを、そうそう、まずこちらを買っていただいてっていう、うん、だそれの、まあ、ほぼ全種類が、そう、今まで紹介したやつの全種類がほぼワンポイントになって、はい、うん、メルトポケットだけ、あ、メルトポケットフルグラフィック消したんだ、同じ場所だから、そうですね、うん、でメルトポケットの紹介しよう、そうですね、はい、はい、これね、こ僕がシャツを作ろうってアパレルをやろうっていう、うん、なった時に一番最初に作ったデザインですね、うん、これめっちゃ可愛い、ポケットからが溶けてて、はい、そのロゴがちょっと出てる、ポケットから出てる感じが可愛いんじゃないかって、うんうん、言ってましたもんね、みんなにね言った時に、うん、あ、いいねって言ってなって、これすごい、これいいよね、うんうん、好き、僕もです、うん、でも本当のポケットでやりたかったかな、本当だったらね、まあいずれね、うん、いずれね、ちゃんと作った時にはやろうかな、はいはい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、うん、メルトポケットが一番いいねされてるわ確か、あ、そうなんだ、うん、やっぱりこれいいっすもんね、うん、でなぜか、はい、トーキングアバウトのノートを作るっていう、はい、まあ、なんていうんですかね、じゃこれね、うん、まあ、トーキングアバウトだから、はい、今日喋ることはだから、うん、なんか、ネタ帳みたいな、そうそう、メモとか、うん、そういうのに使ってもらえたらなと思って、ちょうどいいなと思って作りました、うん、完璧っす、うん、これだけちょっとノートを、うん、本当はいろいろねトートとか作れるんだけど、うんうん、ちょっとまだみんなで話してからにしようかなって、そうですね、なんか、うん、そういうのはそういうの限定でのデザインの方がいい気がするっすね、うん、あ、なんか人気のやつを見て、うんうん、売れ筋で、はい、でそれをなんかいろんなものに落とし込んだりとかした方がいいかなと思って、とりあえずこれはノートだっけ、うんうん、でももうね、このノート可愛い、もう1個売れてるっす、お、ありがとうございます、うん、ちょっとびっくりしたすごい、うん、幸先がいいですね本当に、うん、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、続いて、はい、はい、こちらです、これですよ、はい、これめっちゃかっこいいよ、これね、はい、マジ頑張った、これ結構かかった時間なんか、はい、やっぱ画像をさ、はい、ちょっと探したりすんの、はい、モチーフ持ってくるときに、はい、でこのモチーフが、はい、このモチーフが、八尺様なんだよね、はい、日本の有名な階段の、はい、この八尺様をモチーフにしようと思って、はい、まあ、ワンピース女性帽子で探すじゃん、はい、ワンピースの女性キャラクターとルフィしか出てこないその検索方法だとあ、もう分かんねえわと思って、苦労するわそれ、めっちゃ苦労したよもうどうしようどうしようと思って、まあ、これもね、うん、ちょっとねアドバイスいただいて、うん、この写真探してくれてね、すごい、もうぴったりな写真だよ、ぴったり、うん、なんか普通に綺麗な女性、そう、八尺様がこれだったら俺会いたい、そう、なんかはよく海外でさ、うん、写真をさ白黒にしてさデザイン乗っけてさ、はい、文字とか、はい、あんな感じにしたくて、はい、うん、まさにできてますね、そう、なんつったらいいのかな、怖い、おどろおどろしくするんじゃなくて、うん、なんか雑誌の1ページのような感じにしたかったから、八尺様がモデルをやったらこんな感じなのかなって、すごい八尺様、うん、まあ、合いますからね、うん、きっと、でこの2424 24 24 24 24っていうのが何かっていうのも説明しますね、はい、そうですね、うん、これね八尺をセンチに直すと、はい、2.42424 メーターに直してるのか、うん、なんすよ、うんうんうん、それを、うん、ここに売ってあるってことですね、そう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 、うん、最初は分からんすもんね、きっと、そう、その発射って、そうそう、何か分からんかなと思って、うん、俺はね結構何か分からんものが好きだから、うん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 、パッと見て分かるのも楽しいと思うんだけど、はい、なんか何か分からんものが好きで、はい、これはどういう意味なんだろうって考えていくのが好きだから、はい、こういう感じにしたんですけど、うんうんうん、まあ分かりやすいのもねまたいいかなと思って、うん、まあとりあえず分からんすぎてもと思って八尺様のストーリーをねちょっと横に横に書いてあるんですね、はいはい、で、はい、一番下にポッポッ
ぽ鳴き声鳴き声を鳴き声を綺麗に言うんだろうなこの人、うん、このいいよね、うん、めっちゃいい、うん、この写真いいなと思った。で僕そのともくんがこのデザイン作って、うん、見てすごい僕これ黒 T にでっかくプリントしたいですっつって、ね、おそれいいねっつってでこれだけ、はい黒黒ですね、推しは黒、推しは黒、まあ、まあ、カラバリエーションね、そう自分で選べるからいいんですけど、なんかライトピンクとかも結構かっこいい、かわいかったけどね、うん、 うん、うんうん、あとかわいいトモ君的にはグレーもいいっつってグレーね、はい、グレーめっちゃ合う、ミックスグレーっていう方ね、うん、めっちゃ合う俺の中では。僕たち汗っかきなんで、そう色が変わっちゃうんですよね。そう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 、着れない着れないっていう、ね、うん、あとはこれなんていう色なんだろう、これクリーム色っぽいやつですね。そう泥泥ってナチュラル泥ではねえですねナチュラル、はい、僕的には炭もいいですね。あ炭いいね、炭っていう色もいい、うん、うん、まあでもホワイトも合う、うん、ホワイトも合う、ホワイトはもう完全に合う、うん、何でも、うん、ブラックも合う、はい、もう僕はこのブラックを買いましたね、うん、結構ねエンジとかも好きなんだけど、うん、これ中もエンジになればよかったけどね、ちょっと難しいからね、うん、まあ、うん、ブラックホワイト推し、炭推しですね、炭とライトピンクとナチュラルも推しあとグレーグレーいっぱい推しがある、はい、うん、まあ何色でも好きな色で楽しんでいただければ、うん、はい、嬉しいなと思います。思います。はい。そしてまあこの八尺様のデザインは、はい、ロンティも出してみました。はい、これはね、なんで出したかっていうと、はい、俺が着たいから。いや僕もねロンティ着たい。うん、俺夏でも長袖じゃずっと。だから長袖欲しいなと思って。トモ君長袖でまくるみたいなスタイル多いですもんね。夏。うん。なんか。嫌な人もいるじゃん、入れ墨が出ちゃうのも、うん、あ、だからそういう人たち用にもロンティーをちょっと、そうこれロンティーもすごい可愛い、うん、俺でもロングだったらベストがさいつもよく着る、うん、ベストが黒だから、ね、ホワイトかな、あともうちょっとこのね、このリブがネックがもうちょっと深い、トム君結構広めのやつ、そう俺結構深いのが好きだから、まだ買ってないですすぐ買いますこれ終わったら、僕も秋夏涼しくなってきたら買いますね、そうだね、はい、まあ僕はその17っていうアプリで、配信アプリで配信するんですけど、そう、イジナナっていう配信アプリでよく配信やばい、あと何回ですかあと16回で終わりますその時もね来てちょっと、うん、そうだね、うん、うん、ぜひぜひメルトポケットのね、うんうん、推しのやつそう、それでちょっと見てもらえ、うん、僕170センチで体重がデブなんで、うん、体重がデブってそれをちょっと見て、あ、え、ケースケも 170? もう170、あ、一緒だね、一緒だね、もう完全に一緒だね、一緒っすね、うん、あれどっちがケースケか分からない多分分かんないです気使った、後輩が気使ったそう、その配信見ていただければ、うん、またサイズ感とかも分かるかなと思います、うん、そうだね、うん、あ、そう、いいじゃんそれ、うん、ファッションショー、ファッションショー、うん、いっぱい買っていっぱい買ってファッションショーやって、いっぱい買いますということで、はい、まだまだ実はちょっと考えてて、うん、いろいろ、はい、うん、まだまだデザインどんどん増えてきますので、うん、まあ、今シーズン第1弾みたいな感じですね、ここまで、そうだね、うん、ちょくちょくまた追加して、あ、でもね、もうほんと今日明日ぐらいでまた、あ、追加されますか、うん、追加されるんで、楽しみ、うん、なんで皆さんこの随時増えていく可能性があるので、可能性しかない、うん、なので毎日のようにチェックしていただけると、うん、で見れば見るほど欲しくなるようなね、うん、デザインをともくんが考えますのでプレッシャーでもマジで真剣にかっこいいデザインから、うん、なんていうの、遊び心みたいな可愛いデザインもあって、うんうん、もうこのサイト見てるだけで楽しいですもん買ってまあ でもこれね、着てきてほしい、なんか門原来る時とか、ああ、うん、そうですね、
それ多分俺たちめっちゃ喜びますよね。喜ぶよそんな、うん、スープとかつけてってほしい思い出思い出たくさんつけてってほしいトモくんスタイルですね、うん、そうそう服に思い出つけてくタイプなんかあのなんていうんですか、例えばカレーうどんとか、うん、キムチ鍋とか色がつくやつをトモくんが食べると絶対服についちゃう。あれね、箸の持ち方が悪いんだって。そうなんだ、うん、俺箸の持ち方すごい悪いじゃん、うん、変っすね、うん、おい変だけどもすいません、僕あのそういうのそういうところで人を下に見ちゃう傾向があるスラムの子だもんでさスラム街で育ったもんね分からんじゃん箸が最初握ってたから箸を2本をで刺してたんですね。そう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 武器だと思ってた箸生きていけない、そうじゃないとスラムじゃ。その頃に出会ってたらもう完全に下に見えましただからオーバーサイズなのかな服も多分そうっす顔服あすごい、ここのサイトいい服いっぱい売ってるトモくん、はい、全部いいと思うんで全部買いましょうあでもダメだ、フルグラフィック XL ないんであるわ。あそうか、 XL 出たわ。 XL だけある、なぜか L がないんすよね。そうで問い合わせたんだけどね、いつ入荷か分かんないって言ってた。 L がちょっと待ったらまた L が入るかも。そう入るかも、まあ夏終わったらじゃない多分。うーん、お盆過ぎだと思うな。うん、うんまあまあいい感じのデザインが何個かできたかな。うん、だいぶ全部いいっす、ね。久しぶりにね、はい、あの急ピッチでこんなにデザインやった。うんうんうん、マジで急ピッチっすよね。うん、うん、本当に。で5分で作ったやつが1個あって、はい、ボツになった。木村さんに何て言われたんでしたっけ？文化祭かい。あとね、あと特別にちょっと見せるんですけど、これもう出さないし、はい、まああの木村さんがあの出してもいいんじゃないって言ってたけど、うん、まあもういいかなっていう、1年は眠らせようかなみたいな、はい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 、感じなんですけど、あのこれですドン、うん、ザ・ジャネースって書いてあるんですよ、はい、そう僕たち THC オカルトラジオってやってるんですけど、ザってね、間違えられるんですよね、うん、THC をザって、うん、THE で、うんよく読まれるときにトモくんがザじゃねえっすってよく言ってるんですよ、うん、そうでそれを、はい、じゃねえっすの部分ももうちょっと英語っぽく書いてみようみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと普通にザじゃねえっすっていうひらがながさ、うん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 、なんかなんていうのかな、面白いんだけど、はい、面白い T シャツにはしたくなかったから、うんうん、俺は普段使いできるのがいいですもんね。そうそうそう、絶対普段使いできないと嫌だから、うんうん、なんかそのギャグティーとかは嫌だから、うん、絶対分かんないようにしたいと思って俺は、うん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 、でまあジャネースも全部英語っぽく、うんうんうん、一発で分かんないでしょこれ、うん、もう全然分かんないです、ね、これすげえ可愛いもんで、うん、あのデザインこのまま使いたいんですけど、うん、なんかあのワンポイントですげえちっちゃめなやつがいいっす、うん、ね、うん、ここあのこのザのね上の方のやつをスコットさんの帽子に変えればそのまま出せるかなと思ったんですけどね、うんうん、まだ眠らすっすか。いやなんかこれわか、まあ、木村さんとさ見てて、うん、木村さんは分かった方がいいんじゃないっていうタイプだったから、あのじゃねえっすかね、うんうん、俺は分かんない方が普段着れるかなと思ったから、うん、まあまだおいおいいろいろ詰めてから、いろいろ詰めてから、まあ1年は眠らそうかなパート2です、うん、そんな感じでございます、はい、そんな感じです。はい、いやでもこれマジでもう買ってくれた人がいるのが嬉しいな。嬉しいね、うんうん、ありがたいよ。ありがとうございます本当に。まだまだここからね、はい、みんなこの夏オカルトツアーズのシャツへ、はい、着ようぜ。はい、オカルトを着こなして出かけてもらいたいです ね、うん、ね、はい、とりあえず僕がオカルトを着こなして配信しますので、うんうん、着こなせるかな、はい、スコットクラシックスぜひ、はい、
俺はこのまま着るのもありだし、はい、なんかカスタムして着るのも、うん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 、例えば女の子がね大きいサイズオーバーサイズでちょっとワンピースっぽく着るのもありかなと思う、うん、あれ可愛いですよね、うん、可愛い女の子のあのスタイルマジ可愛い、あれ可愛いただのおっさんになってきてますよあれ可愛い、ベアルック着てそのことクイーン買ってほしいやそして俺もキング着てベアルックだねって言いたい全然やべえや全然そんな着ないのに若干メンヘラ出てますよ出ちゃったマジ無理死ぬっつってかわいいメンヘラ出ちゃったまあ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 そんな感じで、はいはい、ということで今日商品紹介のコーナーでした、はい、商品紹介のコーナーですね完全に、はい、まあスコットさんのね、うん、あの失踪した今クラシックスが、はいはい、日本でようやく日本にも到着しました、はい、到着しましたね僕たちがパイオニアです、うんはいはい、もしね今日の配信で気になったのがあったらぜひチェックしてみてもらいたいですね本当に本当に、うん、サイトの方に、うんうん、あの詳細欄にもう一度言いますけど、はい、詳細欄に URL がありますので、はい、ぜひぜひ、アクセスしてチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございますありがとうございます終わりですかえあれ終わりですねなんか告知ありましたっけ他うーんとあちょっとねゆるかるもね実はスペシャル回を考えてまして、はいはい、前回のあの17のやつが結構好評でね、はいうん、そうですね、うん、ありがたいだから、はい、この前紹介した人を、はい、ライバーさんたちを、はいゲストに呼んでしまおうかと、はい、生トークしようぜとおー素晴らしい、うん、あんなトップライバーの方々と、うん、そう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 でもまあ普段はねあの17で活動してますから、うんうんうん僕たちのあの土俵の YouTube にね、はい、持ってきて土先輩ずらしましょう先輩ずらしましょうそうですね初 YouTube っすかってなんであの前回紹介した中から、うんまあ、と8名の方が紹介されてるんですけど、うんうん、と放送の時に7人とかだったら、うん、あ多分アポ取れなかったんだなって思ってください7人6人だったらね、うん、アポちょっと取れなかったかなっていう17だとペーペーなのでYouTube でもだわなかなか1年だからねまだすぐ天狗まあでもそういう感じでスペシャル前後編に分けて多分やろうかなと思ってますので、うん、はいすげえ楽しみですね、はい、皆さんもよければ聞きに来てください、はい、聞きに来てくださいあの服を着てね、うん、おーいいうまいこと言う言ったかすぐうまいこといいだもんね最近なんかねうまいこと言うのをこうなんていうんですか定着しすぎて、うん、結構なんか言うたんびにうまいこと言ってくるじゃないですか俺、うん、そんな返してるうまいことで、はい、だけど、うん、なんかなんていうんですかね、だんだん親父ギャグみたいに聞こえてきました。だら俺もちょっと悩んでるじゃん、そこは。あれ木村さんが2人目と思って。じゃあ木村さんと出会った時に、はい、俺らうまいこと言う研究会っていうのに入ってたんだって。はあ木村さんはもう行き過ぎて親父ギャグになっちゃった慣れの俺途中やばい木村さんはもう慣れの果てだからさ俺もううまいこと言うのやめよう俺も今すげえ気をつけてるだからもう癖でポロッと出ちゃうんだよねそうすげえ言っちゃうからうまいこと言う研究会ねダメだよ本当今とこ木村さんとともくんがそう鳴るの鳩親父懐かしいな懐かしい出会った時によう言ってよとはうまいこと言おうっつってその時出会ってなくてよかったっすそうだねはい入れられてたよ多分うまいこと言う研究会危ねえ、うん、言い過ぎてどんどんしょぼくなってくっていうねはい、はいということで終わりですゆるかるありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたでしたわ。次回も楽しみですわね。